どうも、大悟です。というわけでですね、今回は、曖昧な、男女関係から抜け出すにはどうすればいいのという話を、研究をもとにしたいと思います。今回はですね、男女の、親密さの変化についてのですね、研究をしている、研究からですね、皆さんが、まあ、今ね、なんかね、ちょっと友達関係とかなんかこう、微妙な関係みたいな、こう、仲いいんだけど別に付き合ってるわけじゃないみたいな、そう、あるいはまあ、いろいろね、することはしてんだけど、付き合ってない、あるいは、することもしてないし付き合ってもいないみたいな、まあ、そういうですね、こう、微妙な曖昧な関係ってあるじゃないですか。なんとなく雰囲気いいし一緒にご飯行くんだけどまだ微妙とか、すごい仲いいし、友達とかともですね出かけたりとか一緒にするんだけれども二人っきりになるとちょっといい感じになるんだけど踏み出せない、こういう、曖昧な関係からですね一歩踏み出して、要するに友達の関係から超親しい友達の関係から恋人になれんのって話を今日はしたいというふうに思います。結論、なれます。ただし条件付きだということで、今日はそんなですね恋愛の話を、ねもうすぐね、年末ねクリスマスとかも来ますんで、このタイミングでねやっぱみんなね恋人欲しいって思うわけですよ。あのパートナーがいない人とかは。だからそういうこう同じような武器を使えば、そういうねこうよりこうね曖昧な関係を突破する、なんていうんですかねアシストになると思うので、ぜひですね今日ご紹介するテクニックを使ってみてください。今回の研究はですね1999年にロイ・バウマイスター博士、この方本来は意志力とか、人間のですね自己コントロール能力とかそういったものを研究している、ので有名な先生なんですけど、男女のですね親密さの変化に関するですね文献レビューを行って、どういうふうにすればこの男女がですねこう曖昧な関係から抜け出せるのかってことをですね結論を出そうということを試みた、ものになります。はい。でですね、一応このですね、あの研究の結論としては、あの男女間のですね、情熱っていうのは、やっぱこう、親密さに対してですね、こう、急激な変化が起きた時に得られるそうなんですね。まあ、要するに、二人の関係が変わる時っていうのは、その二人の感情に急激な変化があった時にだけ起きると。だから普段と同じように友達の関係をしながら、友達の関係からだんだんそれを積み重ねていって、一定のラインを超えたら恋愛のですね、関係になるってことではなくて、普段からしている二人で感じている感情とか、みんなでですね、楽しんでたりするっていうのは感情と全然違うですね感情で、これは別に好きとか嫌いとかじゃなくて、今まで経験したことがないような活動によって起きる強烈な感情、例えばよくお化け屋敷に入ってねキャーとかなって、でそれでですねデートが盛り上がっちゃったとか釣り橋効果とかいろいろありますけど、要するにその感情を揺さぶる必要があるわけですよ。好きとか嫌いとかそういうのが関係なく、だから、一旦ですねこの親密さっていうのっていうのは必ず安定します。例えば友達関係とかでもそうですけど、ある程度友達と仲良くなったら関係が安定するじゃないですか。でもちろんあんまりコンタクトを取らないとあのね離れていく場合もありますけど、例えば高校の時の友達とか中学の時の友達とか、僕ちょっとねその友達多いタイプじゃないですけど、まあ、一部いますけど、そういう昔の友達ね、そういう昔の友達とも久しぶりに会うと、まあまたでそのなんていうかその友情が戻ったりとか、戻ったりとか元々あるんですけどね、あるんだけど当時のみたいな関係に戻れるじゃないですか。こういう風に親密さって一旦安定すると意外と変わらなくなっちゃうんですよ。だからこれは、友情関係に近いような関係になってしまった たところからですね、男女関係に持っていくためにはこの一旦親密さが安定している場合の対策を取る必要があるわけですね。じゃあどうやったらこの一旦親密さが安定したところから抜け出せるのかというと、実はこれねどれだけ時間をかけても変わらないんです、この親密さっていうのは。だから昔の友達と久しぶりに会った時にあの同じような友達関係でさいられたりとか、あとはね男性なんか特にそうですけど、部活の先輩後輩関係なんて50とか60とかなってもずっとそのまま先輩後輩だったりとか、するわけなんですよ。でこれどれだけ時間が経ってもですねこういう親密さがですね一回安定してしまうと変化ってのは起きにくいんですが、これなんでかというと順応って現象が起きるからなんですね。順応って現象があって、でこの順応を破ることができれば男女の関係っていうのはですね急速に変化して、友達関係から恋人関係に、移行することができるよっていうのがですねこの研究のまあ結論というかまとめの部分なんですね。じゃあこれ順応って何かというと、順応ってもう読んで字のことです。あの順番の順、慣れるっていうですね、順番の順に応じる。で、これで順応っていうふうに書きます。はい。これどういうことかっていうと、慣れちゃうんです、人間って。よくも悪くも二人の関係に対して。慣れちゃうと、観察力とかが低下するわけですね。だから、この人はもう友達っていうふうにくくっちゃうんですよ。だからそうすると、こっちが、ね、男性がね、女性に対して、女性が男性に対しては全く同じなんですけど、こっちがいくら、こう、恋心を途中から入れて、好きっていうですね、サインを出しても、相手はあんまり応じてくれないんです。こうすると、あ、曖昧な関係のままでいいかなとか、自分が好きってサインを送ってるけど気づいてくれないから、きっとあの人は私に気がないんだわ、俺に気がないんだわなと思う人いるんですけど、これそうじゃないんですよ。なぜかっていうと、人間は慣れちゃうんです。順応しちゃうと自分にとって都合がいい、自分が慣れ親しんでるシグナルとか情報以外は見なくなるんです。だから皆さんがいくら好きですアピールをしたところで、相手から見ると友達ってくくりの中に入っちゃってるから、それが目に入ってこないんですね。じゃあどうすればいいかっていうと、ここでやっちゃいけないのは、
好きですってストレートに言うのもいいんですよ。いいんですけど、これでうまくいく場合もありますけど、これいきなり好きですって言われると、友達だと思った人に好きですって言われたら皆さんどういう反応します？まあ、もしかしたら好きになるかもしれないですよ。これから。でも今まで友達として見た人に一年好きって言われたら、まあ嬉しいけどちょっと待とうかっていう反応になっちゃいません？うん。ありがとう、嬉しいんだけど、でもちょっとねって今はねそういう風に見れないのっていう風にですね言う人もいると思うんですけど、こうするとねこうショックを受けて振られたって思うんですけど、そうじゃないんですよね。恋人としてのサインはいっぱい出してるけど、向こうは順応状態にあるので見てないんですよ。で見てない人にいきなり言われると、そもそも恋愛感情を抱きようがないんです。サインに気づいてないんで。こうするとここでですね、シャットアウトが起きちゃうんですよ。だから、失敗したくない。男女関係に移行するときに、失敗したくないんだったら、この順応の壁を取り払って、自分が好きだよっていう風に、示してるですね、サインをですね、相手に受け取ってもらう必要があるわけです。自然に日常会話とか行動の中で。それで相手が、あれ、もしかしたら私も好きかもっていう風に順応が壊れると態度が変わるんで、変わってくるわけですよ。いや、もしかしたら俺はこの子好きかもっていう風に、ね、変わってくるわけですよ。で、この変わってきたところで好きでしたっていうと、お互いの気持ちがぴったりあって、で、恋人になれるわけなんですよね。だからこの順応を突破するっていうのがすごく重要なんですよって話なんですよね。じゃあここでどうやったら順応突破できるのか皆さん気になりますよね。大体これ言うとですね、僕ね、じゃあニコニコでどうぞって言うんですけど、今日はね、いつもねこの YouTube チャンネル見てる皆さんに感謝の気持ちを込めて、今日はやり方を軽く説明します。はい、これどういう風にするかっていうと、仲がいいですね、やっぱり異性と恋愛関係に進みたい時っていうのは順応を突破しなくちゃいけない。じゃあこの順応を突破するためには何をすればいいの？さっき言った通り、新しい体験をするのが大事ですよってことをしましたよね。まさにこれで、まだ二人でしたことがない新しい体験とかイベント、こういったものですね、こなしてみましょうというのがですね、一番いいポイントになります。まあわかりやすく言うと、ほら大学とかのさ、サークルとかさ、学校の教学だった人とかさ、部活とかいろいろあると思いますけど、そういうのでイベントってありますよね。例えばサークルで初めて行く合宿だったりだとか、みんなと行く、旅行とか、大学の卒業旅行で、例えばじゃあみんなとね海外旅行に行くとか、まあいろいろあると思うんですけど、こういう今までしたことがないイベントっていっぱいありますよね。例えば別に年末にどっか行くでもいいんですよ。うん、いいんですけど、こういうまだ二人でしたことがない新しい体験をすると人間どうなるかっていうと、例えば皆さん普通に、家から会社とか家から学校とかに行くときとかって何にも見ないで行けますよね。スマホいじりながらでも行けますよね。なぜかっていうと、これ完全に順応してて理解してるから周りを観察しなくてももう何がどこにあるのかわかるわけですよ。ところがもし皆さんが見たこともないような土地に行ったりとか行ったこともないようなですね、例えば会社とかなんか施設とかに行ったりとか海外とかに行ったらどうします？皆さんこうやって周り見ながらね、マップとか見るかもしれないですけど、自動的にこうやって歩いてはいかないですよね。周りを見ながら変なものがないか危ないものがないか、自分は正しい方向に進んでるのかを観察しながら動きますよね。これがすごい順応をですね突破するってことなんですよ。つまり相手にをですね、慣れない相手と自分をですね、慣れないあの場所に投げ込んじゃうわけですよ。で投げ込むと周りを見ざるを得なくなって、周りを見ると相手が見るようになるわけですね。でこの相手が注意をしながら周りを見てる中に皆さんがいたらどうなるかっていうと、その観察力のままですね見てくれるわけです。こうするとあれ、なんかいつもとサイン、自分が考えていた友達の感じとサインが違う気がするな、あなんか気があるのかなみたいな風にですね、そういうところに気づいてくれるようになるわけですよ。だから二人でまだしたことがないような新しい体験をするってのがこれポイントになります。で一応これ言っておくと、信頼できる友達と一緒だったら複数人でも OK です、別に。例えば、友達同士で、ディズニーに行くとかするんでもいいし、あんま友達同士でディズニー行ったことがないんだったらね、まあ、ディズニーとかあるかもしれないから、じゃあ、例えば、ね、流氷を見に行くとかでも何でもいいし、なんでもいいですけど、そういうですね、こう、みんなで新しい体験をする中で、やっぱり新しい体験をしてるときって、やっぱりこう、周りを見るようになるわけですよね。その中に、恋心を抱いた自分っていうのがいれば、突破できる可能性が高まるわけですよ。もちろん、二人で行った方がいいには決まってるんですけれど、でも、二人だとね、さすがに誘いづらいという場合は、友達がいてもおそらく問題ないと思います。ただしこれあれですよ、ポイントがありまして、信頼できる友達にしといた方がいいですよ。よく笑い話で口説こうと思ってですね、複数にね旅行に行って口説こうと思ったら、その旅行中に他のやつ付き合い始めちゃってたみたいなパターンとかよくあるので、これは気をつけてください。全員に対して同じ現象が起きますから、好きになるというか観察力が高まって順応を突破するっていう現象が起きるので、二人でしたことがない新しい体験だからね。僕なんかウォータースポーツとか好きですけどね、ウォータースポーツだったりだとか、それこそパラグライダーとかでもいいし、ね、バンジージャンプでも何でもいいんですけど、そういうなんかアクティビティ、特に運動系のアクティビティで新しいものやってみるっていうのはいいかもしれないですね。沖縄なんかまだ暖かいのかな、まだ暖かいんだったら行ってみてもいいでしょうしね。はい。で、これが一つ目。二つ目は、これ結構難しいんですけど、要するに、例えば恋愛とかで、よくほら、あえて連絡を絶ってみましょうって話あるじゃないですか。あれは実はこの順応突破には使えます。例えば普通友達関係で、今までは気さくな連絡がバンバン返ってきたのに、なんか急になんか連絡返ってこなくなったな、みたいな。なんか返信遅いの、どうしたんだろうって思わせて、そこから実は好きになっちゃったんですっていう風に持ってくっていうのは、これはまあ手軽でいい方法にはなります。まあ要するに、あれいつもと違うなっていう風に思わせてあげないと、皆さん
の好きの感情をですね、相手が見てくれないんです。だからそういうためにはいろんなテクニックが使えますよと。で、僕のおすすめはやっぱり新しい体験です。リスクがないんで。うん。そう。で、連絡を断つに関しては、やり方次第ですけど、下手すると、こう、関係悪くなったりするかね、可能性もあるんで、やってもいいけど、新しい体験をしてみるっていうのはいい方法にはなります。ぜひやってみてください。ちなみにもう少し考察してみると、だから友情からですね、さっき言ったって恋愛の発展には順応を断ち切ることが大事ですよっていうのが今日の一応メインのお話でした。で、人間ってやっぱりね、こう、楽をした生き物なんで、慣れたものに対しては注意を払わなくなっちゃうんですよ。そう。だから、まあ、皆さんが言ってですね、好きの手がかりっていうのはですね、相手が見なくなってしまうことは結構問題だよねって話なんですよね。で、ちなみにこれは友達からですね、これは下手な人ね、順応をですね、相手の順応をですね、壊すのが苦手な人っていうのは、友達からですね、恋愛に発展するのが結構苦手です。曖昧な関係を続けてしまうことが多い、または復縁するときに復縁率がすごい低いっていうですね、パターンも出てくるんですね。結局どういうことかっていうと、振られた、復縁だけじゃなくて、振られた場合もそうですよ。一回二回振られても、チャレンジして付き合えたって人いるんですけど、こういう、振られても、リトライして付き合える人とそうじゃない人、あるいは、関係が終わってからまた戻る、この復縁する人。こういう人の違いは何かっていうと、この順応を突破できるかどうかってことがすごく大事なんですよ。つまり、一回振られた場合っていうのはですね、どうなるかっていうと、告白して振られた場合とかね、どうなるかっていうと、この人は私の、にとってタイプじゃないから断ったと。今はタイプじゃないから断ったというふうに相手は思ってるわけですね。ところがポイントが今はタイプじゃないってことです。で、これで例えば久しぶりに会ったりとかしてですね、違う活動の中で相手に会った時に、あれ、なんか今までと違うなんか一面があるかも、ちょっといいかもって思わせると、こっからですね、リトライが起きた場合は、付き合うことになるわけですよね。わかります？言ってる意味。つまり、一回断られたぐらいで諦めになってるんですけど、あれは同じままで何回もアタックするっていうのは結構危ないわけですよ。下手するとストーカーっぽく見えちゃうんで。だから、アタックしてダメだったら、ちょっと相手の順応を突破できるように、自分のですね、イメージとか、会話とかを変えて、それでもう一回アタックする。こうするとですね、突破できる可能性があるわけなんですよね。そう。だからまだね、そういうふうにですね、自分のイメージをですね、変えていくっていうのと、同時に相手にそれを気づいてもらうために順応を突破しましょうというのがですね、大事なんですよね。だからやっぱり恋愛関係っていうのはですね、そういう意味で言うと、ね、曖昧な関係から恋愛関係になったとか、最初初対面のイメージで最悪だったのに、何回かあったらすごい好きになっちゃったみたいな、よく結婚式の冒頭に出てくるようなありきたりなですね、コメントってありますけど、こういう場合って大抵の場合が何かきっかけがあるんですよ。きっかけになるようなイベントがあって、さらにこのきっかけになるようなイベントっていうのは別にね、命を救われたとかじゃないわけですよ。ね、それはね、誰だってね、ドラマみたいにね、車に轢かれそうになったら彼がドーンってね、こう押してくれて、うわーってこうやってくれて、で、彼がですね、こう交通事故にあって、で、命がけで自分を助けてくれたから恋に落ちましたみたいな話ありますけど、そんなのほとんどないですからね。そういうのはほとんどなくて、実際には、相手に惚れさせるようなですね、イベントとか出来事っていうのは必要がなくて、今までと違った目線で見れるような体験っていうのをして、相手の観察力を高めて、で、自分が恋愛対象になるんだよってことに気づいてもらうってことがですね、重要ですよっていうお話が今日のまとめでございました。ぜひですね、今までとは違う自分であるところですね、相手に気づいてもらうための順応を突破するということをですね、ぜひ試してみてください。というわけで、じゃあ今ね、そういうね、曖昧な関係から抜け出す方法っていうのをですね、ご紹介したんですけど、他にないのと、新しい体験にそもそも誘うの自体がなんかやりづらいし、他にないのという方はぜひ今日の続きの動画を見てみてください。今日のですね、続きの動画はメンタリストの心理学的恋愛相談、曖昧な関係から抜け出すにはなどということで、皆さんが恋愛で抱えがちなこのね、なかなかこうね、告白できないとか、一歩踏み出せないとか、あるいは曖昧な関係から抜け出せないとか、復縁するにはどうすればいいですかとか、そういういろんな恋愛の悩みにですね、質疑応答形式で答えて結構好評だったですね、放送がありまして、これをですね、今日の続きの動画としてご用意してます。ぜひですね、番組タイトル下の説明欄、また動画のコメント欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。